どうもお世話になっておりますアムロのガンプラ製作です。機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争より、ロボット魂サイド MS MS18E ケンプファーバージョンアニメが発売されましたので買ってきました。こちらは定価7992円となっております。それでは開封していきます。今回のバージョンアニメもポケットの中の戦争からのラインナップです。このシリーズの特徴はエフェクトパーツの充実と、同一シリーズの中での互換性、部分塗装という形にはなりますが彩色済み、可動域も圧倒的で安定感もあるので、気兼ねなくぐりぐり動かして遊べますし、またハンドパーツのパターンも多いので、ポージングにも説得力が出ます。スケール感がガンプラの HG144 分の1ぐらいなので、どうしてもガンプラが比較対象に、なってしまいますが、価格の方は大きな開きがある感じです。また動画後半でガンプラとも比較してみようと思います。今月に入って旧キット、また HG と説明書の方の解説を、読んできましたので、重複する部分はあるかと思いますが、最後に、おさらいというわけではないですが、ケンプファーの機体解説を、読み上げていこうと思います。1年戦争末期に開発されたジオン公国軍の最終機体の一つ、当時のジオン軍では工業力に勝る連邦軍のモビルスーツ大量投入に苦戦を強いられていたことから、新しい仕様のモビルスーツを開発し質で対抗する策を講じた。ゲルググのビームライフルの量産体制が整った段階で YMS16、YMS17、YMS18 といった複数のモビルスーツ試作機のロールアウトが行われる、またはロールアウト寸前となる。ケンプファーはそのうちの YMS18 構想による機体であり、試作機の状態で戦線に投入されている。一年戦争終戦直前の統合整備計画に基づいているため、ザクをベースにフレーム、ジェネレーター、スラスターを強化した機体となっている。ただし内部構造が異なることに加え、近接戦闘用の機体として見栄えがいいデザインを求めた設計者の思考により外観は大きく異なる。なお機体はブロック構造が取り入れられており、設備が整っていない場所でも組み立てが容易な特性を持っている。 YMS18 はモビルスーツの新たな運用法を開拓する機体として開発されていたが、 MS18E は高い機動性による一撃離脱をコンセプトとし、教習用重試作モビルスーツに分類される。本機は YMS07B の極地戦能力をリファインしたような特性を持ち、敵拠点への速やかな強襲を実現するため、大水力のスラスターと姿勢制御バーニアを全身に装備している。これによって 1G 下でも短時間の飛行を可能としているが、ドムのような直立姿勢ではなくうつ伏せの前傾姿勢を基本としている。この姿勢は前面投影面積を小さくすることによる被弾率低減を狙ったもので、装甲も進行方向となる上半身上面に集中して配置されており、それ以外は軽量化のために極力薄く設計されている。それと同時に武装はジェネレーターの負担によって推力が低下することを防ぐため、ビーム兵器を控えて実体弾兵装主体でまとめられている。これらの装備は発射後のデッドウェイト化を避けるために専用のジョイントパーツごと排除可能となっている。一方で熱核ロケットエンジンを多数搭載しているため、推進剤の消耗が激しく継戦時間は短い。はい、セット内容はご覧の通りとなっています。ハンドパーツは本体付属の握り拳が左右、グリップの握り手が左右、トリガーに指をかける銃の持ち手左右、人差し指が上がり気味の平手左右、ナチュラルな平手左右、本体の握り拳を含めて、手首は左右各5種となっています。手首格納デッキも付属しています。
こちらがショットガンです。スペアと合わせると2本となります。ジョイントパーツで腰後ろ側に接続が可能となっています。こちらがショットガン発射エフェクトです。ショットガンの銃口に接続できます。こちらがジャイアントバズです。2本ともジョイントを介して背部にマウントが可能です。こちらがバズーカ発射エフェクトです。バズーカの発射口に接続が可能です。こちらがシュツルムファウストです。それぞれジョイントを介して膝関節の付近にマウント可能です。こちらがチェーンマインです。ワイヤーが仕込まれているので躍動感ある形状で固定することが可能となっています。こちらがビームサーベルです。エフェクトも2本付属します。グリップを太ももに収納はできませんが、取り出すシーンの再現は可能になっています。こちらが爆発エフェクトです。ケンプファー自身に使用するというよりは別売りのアレックスのチョバムアーマー装備との、戦闘シーン演出のために付属しているようです。バーニアエフェクトは計6つ付属します。接続軸が垂直のものが4本、少し角度のついたものが2本付属します。スラスターの位置によって使い分けることになると思います。ブレードアンテナの予備が付属しています。胸部のジオン軍マーク、頭部左側のサイクロプス体マーク、それぞれ単方印刷となっています。はい、可動です。頭部は1回転します。首を引き出して上下にスイングできます。襟足付近の装甲は可動して干渉を逃がす構造になっています。モノアイは可動式となっています。頭部を開けて1ギメが可能です。腹部を軸として大きく前屈が可能です。腰に回転軸があって1回転します。肩関節は前方向に引き出すことができます。肩、上腕の付け根、手首、それぞれ回転軸があって1回転します。肘関節180度近く曲がります。スカートの走行は太ももと一体化しているため、縦方向は大きく開脚できます。横方向の開脚には制限があります。大腿部は内部で別パーツ化されていて、回転軸はありますが干渉するため、可動域に制限はあります。膝は90度以上曲がります。太もも裏側のスラスターが可動して、干渉を避けてくれます。足首は柔軟に動きますが1回転はしません。つま先部分ですね、少し可動します。最後にガンプラの HG のケンプファーと外観など簡単な要素だけですが比較してみようと思います。基本情報ですが、ロボット魂ケンプファーバージョンアニメ、2019年4月発売で定価7992円となっています。 HGUC144/1 ケンプファーは2008年8月発売で定価1944円ですね。それぞれの間には約10年の差があることになります。ロボット魂はノンスケールですが、ほぼ144/1スケールと同サイズになっています。ロボット魂、彩色済み可動フィギュアですので、マーキングも含めて色再現度は明らかにガンプラの HG よりも高くはなっています。特にスラスター内部のオレンジ色にきっちりと着色がなされているだけでも、パッと見の完成度に違いは出ます。プロポーションですが、HG は自身の体に対して頭部が少し小さく見えます。実際はそこまでお互いに頭部のサイズに差はないと思いますが、
ショルダーアーマーを含めると HG は肩幅が広く頭部の小ささがより強調されてしまうように思います。ロボット魂の方は頭部から肩にかけて美しい曲線が途切れることなく違和感のない曲線で全体がまとまって見えます。凹凸と言えばいいんでしょうか。胸部しかりスパイクしかり HG は出るところは出て曲線的な中にも鋭角なメリハリのあるシルエットになっています。一方でロボット魂の方はメリハリは抑え気味です。旧キット説明書の設定画と並べると分かりやすいですが、頭部の大きさややや丸みを帯びたプロポーションなどロボット魂はやはりアニメの設定画を意識した上で今風のプロポーションになっているんだろうなと思います。旧キットのガンプラと並べるとロボット魂の頭身のバランスは HG よりはいくらか旧キットに近いのかなと感じさせますが、旧キットから受ける若干のやぼったさはロボット魂からはきっちりと排除されています。 HG も10年も昔のキットとは思えない素晴らしい出来でとてもかっこいいとは思いますが、ただ唯一頭がね少し小さいのかなと感じておりましたので、まあ、ロボット魂の方は私の価値観の中ではですが、まあ、理想的なプロポーションなのかなと思います。はい、可動域についてはさすがに比べるのは酷というか、まあ HG がかわいそうなのかなと思います。 HG もいろいろなポーズが取れますし特別不満はありませんが、ロボット魂の方は圧倒的に広い可動域が売りになっているシリーズでもありますし、主要関節の可動域はロボット魂が1段も2段も上になります。地面と水平方向に飛行するシーンなどもロボット魂は首を持ち上げることができるのでより自然なポーズとなります。武装類の付属に関してはお互い過不足なしなんですが、ロボット魂のチェーンマインはかなり長くなっています。またジャイアントバズもロボット魂の方が長くなっており、ボリューム感が増しています。豊富なハンドパーツ、エフェクトパーツなど、価格が高価である分、まあ、当然といえば当然ですが、付属品はロボット魂の方が圧倒的に充実しています。はい、ということで以上、機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争よりロボット魂ケンプファーバージョンアニメのレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。